戻ろう。ちょっと食べ物持ってきます。ソウルサンドがない。ご飯もね、松明もね。寝る。ふて寝ですよ。痛い。ちょっと待って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 。お前らとやってる場合じゃないの。ちょっと待って。危ねえ。なんだよあいつら。ちょっとお前らと戦ってる場合じゃないんだよ。はい、さあ行きます。あいつらを、いないね。よし、今のうちに。よし、もうなんか不運続きですよねこのワールド。だって周りに、まず元々のワールドが湖がない、周り湖っていうか海がない。でいざネザーに来たらクリムゾンフォレストの地帯でソウルサンドだけ欲しいのに、ソウルサンドすら見つからないという。でこっちはちょっともったいない。もうちょい進みますか。もう諦め、あそこは溶岩があるとして、高さはでも16なのか、まだ。それでもちょっとずつ上がってってもいいのか。何も見つからないというね。
しよっかな。一旦戻ります。ちょっと考えどこですね。これちょっともう永遠に掘り続けることになりそうなので、上に上がってみるか。逆に人が来ないことだけを祈る。オッケー。さすがにこの上はマグマじゃないだろう。ちょっと待って、ピグリンがいるとこでこのあれを、金を壊すと危険だな。確か金壊すと襲われるんでしたよね。ふう、やばい、すごい疲労感が。もしかして俺ツルハチ持ってきてない？全然上に出ない。壊されてた。邪魔だな。もしかしてこれってここは地面ない感じ？なんかそんな感じですよね。音は聞こえるんだよな。でも普通のネザイなのか。いやでも望み薄いな、はい。というわけで、まあ、いろいろ探してたんですけど、全然ソウルサンドが見つからないので、ちょっと行く方向を変えてみたいかなと思います。
またマイクオフにしてた。はい。というわけで、無事に、ソウルサンドを回収することができました。はい。なので、次回は、ゾンビトラップの、続きをやって、正常に動くかどうかだけ確認する作業をしていきたいかなと思います。疲れましたね。最後、音声入ってなかった。ですけど、無事に、ソウルサンドを見つけ、奇跡的に、鳥で、あれ、なんでしたっけ、なんでしたっけ、あ、もう疲れちゃって出てこない。うん、もう見つけて、要塞か、そうだ、要塞を見つけて、無事に終わることができました。はい。収録時間が2時間半です。2時間半ソウルサンドを探し回りました。もう疲れました。はい。といった感じで、何パーとかに分かれてお送りしてきましたネザー探検。無事に終わりになります。まあね、次ネザーに行くときは多分要塞か。要塞を、攻略って感じになっていくのかなと思います。はい。といった感じで、今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。疲れた。